テイラー・スウィフトさんが遊園地から訴えられています。米ユタ州にあるエバーモアパークのオーナーらは、テイラーの最新作エバーモアで商標権を侵害されたと主張。同テーマパークのオンライン上での存在が危ぶまれたとして、商品への侵害や来訪者への悪影響を指摘、テイラーさんの関連グッズも偽造品だと非難しました。一方、テイラーさんの弁護士は、この訴えに対し、根拠のない、金目当ての悪質なものと声明を発表しています。